6番、2番、3番、4番、5番でまもなくスタート。3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。さあスリット後一気に3号艇のミネが出てって絞ってってダッシュで1マークが角からまくっていきます。3号艇のミネ龍太のまくりがあっさりと決まって、後方から4号艇後ろ接触があって、あとは6号艇危ないところ、マークスイッチは先頭3号艇になって、4号艇少しの6号艇が続いてまして、あとは後方5号艇、2号艇、1号艇と早くもばらけてまいりました。なおスタート中間移動機で6人の2人が脱出し、お越しの4対2というサインです。内から1番、2番、3番、6番、アウト4番、5番の体形。1秒前スタートしていきました。若干ばらけましたが、1番、6番、アウト5番あたりのぞいていって1周目1マーク。まずは1号艇、矢野が運ぶ、2号艇、田中、まくりに打って出ました。これにハマって1番交代しましたが、大外から突き上がってきた4号艇から出てきた6号艇の峰龍太、峰が先行、追走が2号艇の田中、その後に5番と3番、3番5番が並んで1周マークです。スタートは前傾正常でした。6号艇の峰トップで2番公開し、そして2号艇の田中、2号艇の峰龍太、4コース、ここは角になります。5コース5号艇の岡村、大外6号艇の桐生純平。第7レース予選競争、枠張り3対3の体型スタートしてきました。若干1コース1番スタートは5点だったか、コースはこのまま2号艇が攻めていくかどうかというところでしたが、先前の1号艇の中田、前に差して2号艇寺田、相手を3号艇山下が運んでいきました。逃げた1号艇中田、捕らえました、逃げました。先頭が1号艇中田源太、追走2号艇の寺田翔、その後に5号艇のいい峰振り枠ですが怖い存在。ここは4コース角は4号艇萩原秀人、6コースからが5号艇永井氷也です。人気の菊池の一戦第10レース、内から1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました。わずかに6号艇、4号艇、5号艇ダッシュ勢が好スタート。6号艇うち3番を飲み込んだ、まくりに来た6号艇、1号艇抵抗しきれず打ち合いだ。4号艇の萩原が展開つけた、ついて抜け出しました。先頭4号艇萩原秀人リードに停止、レースを作った6号艇峰は2番手、その後は5番、2番が並んでいます。スタートは正常でした。2マーク4号艇がコーナー先取っていく、パワーズワンが揃いました。優勝戦進入はインコースから、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インからトップスタートは1号艇徳橋です。スタートしてから3号艇と4号艇も覗きますが、先前体制1号艇に差しのハンドルは2号艇上の行ってきた3号艇菊池智和、あとは4番、6番、5番バック側に入りました。さあここは完璧なイン逃げ、1号艇徳橋秀樹リード4停止、そして3号艇菊池の内側から2号艇上野が先をかけて、あとは4番、6番、5番が追走。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇続いて1号艇、2号艇が先行、4号艇が3号艇の第6レースの予選競争です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。オースタート1コース、1コースから2番目、2コースから2号艇とセンターから2号艇